ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。以前に解説した、衝撃の顔バレをした VTuber4000 なんだけど、この間久しぶりに見てみたらキャラクターとのギャップがありすぎて、やっぱり面白かったわ。あの解説は定期的に見たくなるよな。だから、ね、なんだ?素顔を隠して活動している人は他にもいるんだし、顔バレしちゃった人も、もっといるんでしょ?だったら教えてほしいなぁと思ってるのよ。まあ、様々な理由で素顔を隠している人はまだまだたくさんいるけどな。お願い、教えて。だったら今回は、VTuber 以外で顔バレしちゃった人たちを4人紹介しよう。VTuber 以外にも顔バレしちゃった人っているんだ。これは聞き逃せないわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはじめに紹介したいのがゲーム実況者として人気の、キヨさんだぜ。この人知っているわ。最終兵器俺たちのメンバーとして活躍したり、個人でもチャンネルを運営しているわよね。よく知っているな。イケメンだからね。では、軽くキヨさんのことを紹介しよう。キヨさんはもともとニコニコ動画で活動をしており、その軽快な実況といつも明るいキャラクターで、たくさんの登録者数を誇っているんだぜ。ちなみにだけど、2022年12月にはチャンネル登録者数は411万人にもなっているわね。正真正銘の大物 YouTuber だよな。そんなキヨさんなんだが、最初の頃はマスクで口元を隠したりして活動をしていたんだぜ。当時はネットで顔出しをするとなぜか叩かれる風潮があったからね。口元を隠していたキヨさんに限らず大多数のクリエイターたちは、首から下のみで撮影したり、仮面やモザイクで顔を隠して、撮影していたわよね。そんな彼に転機が訪れたのは2015年7月の、素顔写真流出だぜ。そしてその画像がこれだ。そうそう、いきなり拡散されてきて驚いた反面、声の感じと優しそうな顔立ちがイメージにぴったりで、余計にファンになっちゃったのを覚えているわ。流出、拡散された翌日にはまとめサイトでも取り上げられたくらいだから、霊夢のようにさらに好きになった人や、初めて、キヨさんを知った人もたくさん発生したんだぜ。でも、なんでこんなにはっきりと顔が映った画像が流出したのかしら?当時は、メンバーの誰かが故意にあった、Facebook のエラーで個人情報が流出してしまった、などの憶測が飛び交ったんだが、真相は、ツワハスさんとその彼女のトラブルに、思いっきり巻き込まれ、とばっちりを受けたなんだぜ。とばっちりって、キヨさんは完全なる被害者ってこと?そうだぜ。詳細を簡単にまとめると、YouTuber 仲間であるツワハスさんとある女性の間でトラブルがあったんだが、その責任から逃れようとしたツワハスさんへの制裁として、彼女は LINE のスクショをネット上にいくつも公開したんだぜ。ほうほう。そしてその画像の中に先に紹介した画像があり、それに気がついたネット住民たちが面白おかしく取り上げ、拡散したことにより大きな騒動になったんだぜ。キヨさんには全くもって落ち度がないから同情しまくることしかできないわね。人気が落ちなくて本当に良かったわね。彼の人柄やイケメンだったのも功を奏したんだろうがな。やっぱり一番なのは、画像流出を潔く認めたってことだと思うぜ。確か、ツイッターで反応していたわよね。何があっても楽観的な男。というつぶやきとともに、顔バレしちゃったー、という動画が投稿されたよな。そうそう。普通は怒ったり原因であるツワハスさんを、非難してもおかしくないのに、それをしないで笑いに変えていくキヨさんの性格には、脱帽とリスペクトが止まらないわ。霊夢と同じように感じた人はたくさんいてな、顔バレしたところで特に気にしない、キヨの顔ではなく実況が好きでファンになったから、という、民度が高すぎる反応をしたファンが、大勢いたんだぜ。キヨさんの人柄の良さは民度にも反映されているってことね。その後、キヨさんは潔く顔を出して今でも動画投稿をしているから、気になった人は遊びに行ってくれ。衝撃的な顔バレをした二人目はさっき紹介したキヨさんと、同じグループに属している、富士さんだぜ。この人も個人でチャンネルを運営していて、登録者数百万にももうすぐって感じよね。その通りだぜ。ゲーム実況だけにとらわれず様々なジャンルの動画を投稿しているからな。毎日見ても飽きないチャンネルとして人気があるんだぜ。でも待って、最近投稿された動画を見てみると、マスクとサングラスでがっちりと素顔を守っているわよ。顔バレしていないんじゃないの?いや、2016年頃にちょっとした騒動があって、素顔どころか色々とバレちゃっているんだぜ。色々とかー、ご本人はあまり触れてほしくないと思うんだけどバレた詳細を知りたいところね。
ことの発端は、当時交際していた彼女が富士山との交際を匂わせるツイートをして、それに気がついたファンたちが特定作業に入ったからなんだぜ。特定班は本当に仕事が早いわねー。でも、その匂わせツイートをした彼女って本物なのかしら。富士山が活動しているグループに関するツイートを数多くお気に入りにしている。富士山の体型や後ろ姿がそっくりな人物とツーショットを多く掲載している。富士山とお揃いの服やアクセサリーなどを身につけている。といった理由から彼女だと言われるようになったんだぜ。なるほどねー。そして極めつけは、彼女のアカウントだと騒がれ始めてすぐに、鍵アカウントに変更しているからなんだぜ。自分のやってしまった重大さに気がついてしまったのかしらね。時すでに遅し、だけどな。そうなのよね。彼女が過去にツイートしていたものの中には、富士山とは大学の頃から付き合っていた、同じ大学、美大だった、などといった、特定班がよだれを垂らしながら喜ぶ情報が、たくさんあってな。顔どころか、出身大学や本名までバレてしまったという流れなんだぜ。自分の承認欲求を満たしたいがために周りを巻き込んで迷惑をかけただけじゃない。お付き合いを続けるには心を入れ替えないと無理そうね。その必要はないぜ。あ、騒動後、彼女と言われているアカウントから富士山関係のツイートは削除されているし、新たに投稿されることもなくなったから、二人は別々の道を歩むことになったのかもしれないな。身から出た詐欺ね。そんな騒動があった3年後、富士山は結婚報告をしているんだが、その相手があの彼女なのか、はたまた別の人なのかは、明かしていないんだぜ。仕事とプライベートはしっかりと分けるタイプなのね。はっきりしていて好感が持てるわ。富士山の性格の良さが現れているよな。今後もご活躍を応援しましょうね。続いて紹介するのは歌手のグリーンだぜ。奇跡っていう曲は聴いているだけで心が温かくなるのよねー。ポッカポカだよな。だけど、顔バレなんてしていた？2020年の紅白歌合戦の出来事を知っているか？グリーンがステージに立ったってこと？彼らって、本職に影響が出ないようにするために、顔出し NG を貫いているから、無理なんじゃない？じゃあ、この画像を見てくれ。あらららららら、本人たち？マジなの？落ち着いてよく見るんだ。ん？なんだかゲームの、龍が如く系の顔つきでぬるぬる動いているわね。大正解。ここに登場したグリーンの姿は龍が如くと同じように、最新技術を使った AR なんだぜ。騙されたー。でも、本人たちの顔を知らない私にとっては AR でも大満足よ。当時、実際に放送を見ていた人も霊夢と同じように思ったようで、理解が追いついてないけどめちゃくちゃ感動した。もうグリーンが出るってだけで素晴らしいんですよ。といった、喜び報告をした人もいれば、素顔を知らないから喜んでいいのやら悪いのやら、という、複雑な気持ちになった人もいたんだぜ。賛否両論だったのねー。でも、いつかは顔出しをしてくれるかもしれないんじゃない？実はな、え？紅白に AR 出場をする4年も前に公式によって、メンバーの顔が公開されているんだぜ。その画像がこれだ。可愛らしいベイビーちゃん。これって本当に本人たちの子供の頃の写真なの？夢というシングル CD の初回限定版のジャケットに使われたやつだから、間違いないんだぜ。おまけに公式キャラクターなるものも存在しているから、そのキャラから、各メンバーの特徴を知ることもできるんだぜ。赤ちゃんの頃の写真と公式キャラクターの特徴を、うまいこと合わせれば、お、もしかして？ダメだー。全体像の想像ができないわ。じゃあ、こんな画像はどうだ？ネット上に拡散されている画像の中でも比較的信憑性が高いとされているやつね。整ったわ。やるな。私が想像するグリーンの素顔はこちら。ちょっと待った、それは見せられないぜ。なんでよ。ライブでもメンバーの体のシルエットのみを映像で出したり、ファンたちも暗黙の了解で素顔がわかるような画像には、修正を入れてくれているんだぜ。そっか。そんな気遣いあふれる環境を、ぶち壊すようなことは良くないわよね。わかってくれて何よりだぜ。それに、いつか顔出し解禁をする可能性も捨てきれないからな。気長に待とうじゃないか。最後に紹介する衝撃的な顔バレをした有名人は、アドさんだぜ。代表曲の一つでもある、うっせぇわは社会現象にもなったわよね。私の脳内でも無限リピートされていた時期があったわよ。そういえばブツブツ言っていた時期があったな。てっきりイライラしているだけかと思ったぜ。ここに来て誤解が解けたようで安心したわ。安心したところで、話を戻すぜ。彼女が顔バレした要因は大きく分けて3つあるんだぜ。その1つ目が、掲示板への投稿だぜ。
なんだか信憑性が低そうね。確かにな。おまけにその投稿文には、他スレによるとアドらしいっていう、コメントが添えられているくらいあやふやな感じだからな。画像の表示は自粛させてもらうぜ。どうしても気になる人は検索してみてね。気になる私はお先に見てきたんだけど、クールっていうよりは、とても可愛らしい女の子だったわよ。要因二つ目は、過去に活動していたユニットが特定された、だぜ。初めからソロでやっていたわけじゃなかったのね。そうなんだぜ。2019年に、アマルというユニット名で活動していたことが、判明しているんだぜ。でもこれって信用していい話なの？アドさんがそのユニットに所属していた証拠とかはあるの？あるファンが、アドさんのユニットの、アマルさんのライブに行くんですけど、というツイートをしていたり、アドさん宛に、アマルのライブへ参戦しますといった報告ツイートをしているところを見ると、それなりに信用してもいいかと思うぜ。なるほどねー。おまけに、メンバーの一人が次のような画像を投稿していたことも判明しているんだぜ。それがこちらだ。マスクで顔の半分以上が隠されているけど、目元が印象的なお顔ね。だよな。そして三つ目が、通っていた高校のインスタで公開されていた。だぜ。そっか。アドさんってデビューした時はまだ学生だったものね。ちなみにどこの学校に通っていたの？東京にある渡辺高等学院という学校なんだが、アドさんが高校2年生である時期の夏合宿の様子がインスタに投稿されていたんだぜ。その画像がこちら。ほうほう。それに、2019年に、アマルとして学園祭に出演もしていたことが、関係者のツイッターからもわかっているし、2021年には、卒業報告を卒業証書画像とともにツイートしているんだが、その証書が公式の写真と全く同じだから、間違いないと思うぜ。裏付けが完璧ね。これはもう確定でいいんじゃないかしら？ファンだってアドさんの素顔を見れれば喜ぶに違いないわよ。でもまあ、本人が顔出しをしていない理由は様々だから、変に詮索をしないでありのままを受け入れるのも大切だと思うぜ。それもそうね。余談だが、過去に行われたライブでは、はっきりと見せるような演出ではないものの、素顔を確認できたファンも多くいたようだぜ。ファン冥利に尽きるわねー。どうしても素顔が気になる人はライブに行かなきゃね。さて、衝撃的な顔バレをした有名人を、4人紹介したがどうだった？ネット社会である現代では完璧に素顔を隠すのは難しいってことが、よくわかったわ。そうだな、本人が忘れているような画像でも、どこかにはしっかりと残っていて、それを探し出してくる人もいるからな。完璧に隠すのは難しいよな。私も素顔を隠してデビューする前に世に出ている画像を消しておかなきゃ、忙しくなるわねー。そんなことをしてももう手遅れだぜ。あ、やっぱり。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。